どうもこんにちは、今日はですね、DIY したキャンプ場の紹介をねしていきたいなと思います。今ちょうどね夜で、今日はお客さんは入ってないんですけども、焚き火をして、ここにはね椅子を置いて、これサウナ用のね整い椅子ですね、はい、こっちにはねバーベキューするようなスペースあったりですね、こっちはちょっと雪がね積もってるんですけども、ここも作りましたよ。動画にね出てると思うんですけど、本当はねここに整い椅子を持ってきて、ここで整うという感じなんですよ。こういう感じで今煙突から煙が出てます。このサウナの中もねちょっとご紹介していきましょうか。ここは水風呂、これ凍ってるんでね、ハンマーを、まあハンマーで叩いてね水風呂を出すという作業をしないといけない。危ない危ないですけどね、なかなかいいですよ。はい、こんな感じでね、ここにサウナハットをかけます。この鹿もね、このビレッジで TCS ビレッジで撮った鹿です。はい、こっちもね、あん中は今倉庫にしてますけど、ブランコもあったり、ジップラインがあったりとかね、スラックラインがあったり、井戸もねそこにあるんですけど、井戸はねもう冬凍ってます。ピザ窯もそこにあるんですけど、でこれはですね、暗くて見えないか、これから改造してねバンガローにしていきます。はい、向こうに炊事場があってトイレもあるという感じですね。ちょっとサウナね寒かったんで、暖房としてね今火を入れてます。おしゃれですこの電気もね。よし、どうですかこれ、いい感じですよね。これも切った木をですねこうやって貼り付けて、おしゃれにしてます。こういう感じどうですか。火もねちょっと見てみましょうか。わっとこんな感じで、これいいですね。なんかずっと見てられるっていう感じ。よし、閉じて、今だいたい火入れして15分ぐらい経ちました。温度はですね45度、6度、50度手前ですね。まあこういう感じで、これもまだ冷たいですね。凍ってたんですけどね、ようやく溶けてきたという感じで、サウナストーンもあって、ちょっとロウリュでもしてみましょうか。こうストーンはだいぶねあったかくなってるんですね、まあ、こんな感じで、あ、ちょっと蒸気であったかくなったな。うん、いやちょうどいい。さっきまでね、焚き火してたんですよ外で。だから体全体がねちょっとこう寒くなってたんでね、まあ、ちょうどいいです。あったかい。 TCS サウナってね、ここにもあれあります、砂時計ですか。はい、ね、冬の間は、今はお客さんをちょっと入れてないんですけどね、ここにも整い椅子を置いてあって感じです。うん、このパーゴラもね作ったんですよ。洒落てますよねこのパーゴラも。やっぱりなんか雪の景色いいな。これも埋めたんですよ自分たちで。かっこいいですよね、一直線上にこういう感じですから、なんか雰囲気いいでしょ、リゾート感あって。はい、でこっちはアナログ感があっていいですよね。うん、そんな感じでね、焚き火もしながら、やったかいんですけどね、やったかいんですけど、さっきねここでねアサリ焼いて食べたんですよハマグリか、ハマグリ焼いて食べました。もうちょっとしたらねサウナに入って、この焚き火も落ち着いたところで隣でちょっとゆっくりして今日は帰ろうかなと
思います。あ、これも暖炉ですね。暖炉これでも良かったな、火を出すの、うん、ここでも整ったりねできるような感じなので、ここにもクッション出して座って寝そべってもいいんじゃないかな。うん、綺麗ですよね。ちょっとね、あ、星じゃなくて月、本当はね星も出てるんですけどね、ちょっとこうカメラじゃ映らないですけども、まあこういう感じで、一人でキャンプ場で夜にのんびりしてやってますという感じで、今日は夜のキャンプ場の紹介でした。ありがとうございます。